の要求エラー、全速進届け、全速進なる、全速進アリシアを巧みに使い、汚染阻止のため強力な結界を張っていたが問題を解決しとった。状況を聞けば聞くほど意味がわからない。今のご主人に解決できる規模の話じゃない。上級エラー出現は帝王信仰法でもその国や星を捨てざるを得ない状況。それをご主人が取った。しかもその手となる、私が以前から早い段階でスカウトして最有力全速進行法として置いていた二人をこの短時間で全速進にして、東京異変の日じゃない難易度ですよ。多分今の私では攻略不可能。それをご主人がどうやって。違う、ダメだ。そこも気になるけど、私は今すごくご主人を求めてる。今この状況でご主人を求めてはいけないのに、どうしてもご主人がここに来てくれるって望みが出てきたら欲が出てしまう。嬉しい、私のためにここまで。大好き。本当にこんな状況じゃなければさすがご主人。定期ずに信じて終わりだったのに、お母様がいるから、お母様の思惑が絡んでると思ったら素直に喜べない。ご主人、ご主人、パト君、会いたい。すべてを捨ててでも会いたい。何も考えずにただ隣にいたい。たったそれだけの望みが私をここまで苦しめるなんて。私、もうこれ以上は、ダメだ。はぁ、結局体がほてって眠れなかった。私の体がご主人を求めてる。このままだと冷静な判断ができなくなる。気をつけないと、ここで冷静な判断ができなければ死を意味するのだから。ハイルドメリア、着替え中ならすまない。僕は兄だから気にするな。この声はメアトル兄様。あの他人を疑うことを知らない脳天気兄様が何しに来た。今全裸なんて入ってこないでください。お母様に訴えますよ。そうか、なら僕は目を閉じて入ろう。代わりにメリアの同僚が僕の目の代わりをやってくれるさ。私の同僚、一体何の話をしてる？月下ちゃん、なんで月下ちゃんがここに？へぇ、君式石化じゃなかったのか。いやいや、騙された騙された。まさか別の専属神を連れてくるなんてな。なんで月下ちゃんを連れてきたのですか、メアトル兄様。第一位がメリアを放って自国を救ったまではいいお話だったんだけどね。そこから一度地球に向かったのさ。大事な妹であるメリアがこうやって第一位を待ってるのにのんきなものだろう。大事ならいち早く助けに来るはずなんだけどね。だから僕の妹が一番大事じゃないなら、地球にいる一番大事な専属神をここに連れてきたら第一位も大層焦ってくれるかなって思ったのさ。それでリトアに頼んで探知してもらったのはいいんだけど、僕って探知苦手でしょ。僕の目の前で同じ顔が2つ並ばれたらもうどっちがどっちかわからなくてさ、つまり2択に負けたってことさ。まあ、第一位が来るまで2人仲良くしててよ。責任持ってメルトリアが君たちを保護するからさ。それじゃあねー。メリアちゃん、やっぱり地球外にいたのね。今の状況を教えてもらえる？私も混乱してて。メリアちゃん、メアトル兄様やリトア姉様が地球に介入した。しかもリトア姉様がご主人の専属神全員を品定めしたということは、ご主人の現状を知られてしまった。いや、もうすでに誰かがご主人に接触しててもおかしくない。ダメだ、現状を知られてしまった。終わった。このままだと私たちは殺される。あんなに怯えてるメリアちゃんを見るのは初めてだ。メリアちゃん、全部壊された。お母様が私が大事にしていたものを全部壊した。これでご主人が絶対化したことが周知されて、トア兄様が確実に1位の座を奪還するために狙ってくる。帝国は壊れた。ご主人の状況もバレた。専属神の情報も全てバレた。私は力が出せない。もうダメだ、何も残っていない。ごめんなさい、ご主人。私が不甲斐ないばかりに。ご主人、ご主人、ご主人、もうやだ。ご主人、会いたいよ。ご主人、ご主人、ご主人、ご主人。ここまでメリアちゃんは追い込まれていたんだ。初めて見た。ここまで弱り切っているメリアちゃんを。パトがいないストレスもすごいけど、メリアちゃんが自分の故郷にいるという意味がここまで重たいとは思いもしなかった。これがずっとメリアちゃんが抱えていた重責。自分が失敗すると全てがダメになる。パトの代わりに全ての事情を知っているメリアちゃんが専属神を決めたり、いろいろ面倒を見てきたのは、全て自分ではなくパト、そして私たちを危険から身を守るためだったんだ。全部じゃない。だけどメリアちゃんが抱えている重責を目の当たりにして、私は専属神になりたい。って言っていいのか。私なんかが自分のためにわがままを突き通していいのか。メリアちゃんはきっと重責と見つめ合ってたからこそ事情を捨ててたのに。わかってた気でいたんだ。私では想像できないスケールだったから見誤っていたんだ。メリアちゃんが、いや本来パトがどの立場にいたのか、それに対してどれだけメリアちゃんがフォローしてたのか。メリアちゃん、大満足でしょ。全部身ぐるみ剥がされて、私の存在意義を揺るがされて、私が大事にしていたものをさらされて、ここまで
でしたら満足でしょ。ならもうわかっただろう、お母様。私には何もない。もう種も仕掛けも作る余裕なんてない。だから返して、メルトリアという名を捨てて許されるなら捨てる。王安心候補だってもともと辞退していた。だから失ってもいい。誰もこんな無力な私を欲しがる兄弟なんていない。だから返して、ご主人のところに返してー。何がしたいの？どうしたいの？お母様の思惑が全然理解できない。どうせ拒否しても入ってくるんでしょう。入りなさい。日雇いバイトで派遣され明日乗るんでーす。ちょっと職失ってさー。いや、正確に言うと食どころか衣食住全部なくなっちったんだけどさ。だから住み込みで短期間だけどバイトさせてもらいに来やした。昼は今日は裁縫。今日の好きな食べ物は魚。今日の嫌いな食べ物は野菜。長所はさっぱりしているところで短所はなし。無敵で最強のアイドルです。悪気はあります。ですが何も指示してくれない方がタダで衣食住が保証されるんで、できる限り指示しないでほしいっす。泣いているのかい？姫、これで涙を拭き、誰のかは知らんけど。別に気を使わなくていいです。言われた時間この部屋を自由に使っててください。この言葉を待ってたぜ姫。邪魔は好きにしてるから、さっきの続きやってて、どうぞどうぞ、お構いなく、あたしは空気に徹してるからさ。あざざざざー、この本面白えー。マジか、一瞬で空気が。やっぱり地球とか日本じゃないから空気を読むみたいな習慣がないのね。というかあの目隠し状態でよくもあの本が読めるわね。本当に読めてるの？あれ？はぁ、もうどうでもいいから返してほしい。ご主人に会いたい。メリアさんも自暴自棄になってるし、本当なんなのこの空気？もういや、私どうしたらいいの？慰めたらいいの？ははは、ご主人って人減ったれー。ウケるー。私なら何十発でもいけるぜー。無理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 。真面目な話がこの子のせいで全部ネタっぽくなっちゃう。シリアスな雰囲気とか無理。というかあの子なんなの？メリアちゃん、そのね、大変なのはわかるけどね。いや、この場合軽々しくわかるなんて言ったらダメなんだろうけどね。私にできることなら協力するから。でもあまりにも難しいことだとちょっと。ちょっと、黙って読書しててくれないかな。だって聞いてよ、この本ご主人観察図鑑って書いてるけど中身はほぼ官能小説なんだぜ。こりゃ掘り出し物だぜ姉を。そんなもの作ってたの？え、暇？ゲフンゲフン、違う、とりあえず静かに読んで、今こっちは大事な話をしてるから。はいはい、そっちがもじもじしてる間に1号から読みたいから出しといてー。私が持ってるのは数冊だけで1号は別のところにありますよ。もちろん私はこの状況ですけどね。この子、もしかしてわざと雰囲気を変えてメリアちゃんの感情を落ち着かせた。月下ちゃん、取り乱してるところを見せてしまい申し訳ございません。詳細を聞かせてもらってもいいですか？メアトル兄様、メリアの部屋に何かご用でしたか？ちょっとお届け物をね。それよりメルリア、今メリアは全裸で着替えてる途中らしいからもう少し後に入るといい。僕は目を閉じてなんとかなったけど、メリアも年頃だからさ、姉妹でも気にするかもしれないからさ。やっぱりメリアは末っ子で今は難しいお年頃、兄や姉である僕たちがしっかり距離感を持って接してあげないとね。多分騙されてますね。メアトル兄様との話すぐ信じますからね。メリアもこれくらい素直ならいいのに。空気読んでよ、メリアちゃんを慰めれなかったじゃない？いや、もうそのパターン飽きたっていうか、別に慰めなくても勝手に立ち直るでしょ。薄い薄い言葉を投げるくらいなら放っておく。これに限る、これで勝つる。なんかそう言われたらそんな気がしてきた。そっちの方がいい女な気がしてきた。どこでしょ？じゃあ次回は二人揃って無視の方向性で。絶対いや、それしたらお話的に終わる。次回は私とメリアちゃんのお話、ぜひお楽しみに。ぜひ見てくれ、チェケラッチョ。